桐生さん、本当にごめんなさい。私がしっかり春人くんのことを見ていなかったせいでこんなことに。いや、あんたは何も悪くない。でもそれよりあんたには一つ言っとくことがあった。え？カムロ町で染谷とやり合ってな。多分あいつとはいつか何らかのケリをつけなきゃならない。あの人と桐生さんがどうして？染谷は東条会の六代目を罠にはめて無所に送った。はめられた六代目は俺が極道の世界に引き込んだ男なんだ。すまない。あの人と私はもう他人だから。だがあんたらの間には子供がいるんじゃなかったか？私はその子を置いて染谷から逃げたんです。私は昔から逃げてばかりなの。この町からも高校を出てすぐ逃げ出した。この何もない町がずっと嫌だったから。それで東京に行ったの。向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをして、ちょうどバブルの頃、それまで見たことないようなお金を稼いで東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳、いろんな客を相手にして世間の裏まで知った気になってた。そして悪い客に捕まった。肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、知らないうちに私は借金を背負わされてて、しかもその人の後ろにはヤクザがついていた。そのヤクザが染谷だったのか？ううん、違うの。そのヤクザたちから私を守ってくれたのが染谷。うん。染谷も客の一人だった。でも私が借金地獄に落とされそうになっているのを見て、その時染谷は何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。その格好。もうあんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。え？俺がなしつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。自由の身だ。しなよ。あんた俺よりずっと年いってんだから。私のためにどうして？